これだ、みんなで忘年会。パンダ来てほしい。肉欲しい、肉、肉食べたい。ダメだ、なんかもうダメだ。 なんか乳液とかどうだろう、ちょっと高いか、身長高いか、やっぱ綿棒は低すぎる。なんかこういい高さの台ないかな。こんくらいの高さ多分ないや。めっちゃ斜めっちゃうんだよね。まあいっか、もう今日ちょっと斜めですよっていう、なんかおしゃれ配信ってことで。今帰ってきました、外から。なんか一日やっぱ活動するとすごい前髪ぺったんこになっちゃって恥ずかしい。今日めっちゃ恥ずかしかった。めっちゃ前髪ペタペタなんだろうなと思いながら生きてた。後半、一日の後半。あ、今日スマホ配信なのでね、合唱がとか教えてお姉さんができないから先に読んじゃうわ。濃すぎた、リップ濃すぎ問題。不幸、ふざけんな、重すぎる角。なんか一回さ、この間のさ、イベント期間中のためにさ、可愛くてごめん覚えたらめっちゃ頭に流れるようになっちゃった。すごい、今日もずっと「チャ可愛くてごめん」って言ってた、頭で。めっちゃ流れる、あのメロディー。てかお腹減った、なんか何も食べ、なんかお昼、今日朝いっぱい食べたからお昼食べないでいたらすごいなんかお腹鳴って、今日めっちゃ夜恥ずかしい。もうちょっとで食べよう。ノイラーテムさん、タルボーさん、イッサさん、考えなしさん、レイお母さん、レソナさん、ありがとうございます。なんかお腹鳴るのって本当恥ずかしくないですか。なんかどうあがいてもさ、お腹の音じゃん、お腹の音ってなんか靴がキキーってなっちゃいましたみたいな音でもないじゃん。恥ずかしいよね。だから前髪ベトベトすぎ、本当にやだ。今日思いっきり一回お腹鳴って恥ずかしかった、すごい。10時半まで配信してご飯食べようと思います。なんか一等はカニが当たるんだよね。カニ食べたい、カニ。そういえばタオルもらってないな、結局。明日言おう、忘れないようにしとかないと。タオルってないですか。明日オンライントークですもんね。明日のオンライントークの時に言おう。月餅ってなんか中国のやつ、食べたことないな。多分お餅が入ってるんですか。まんじゅうってかパイの中に。私あんまりお餅がそんなに得意じゃないっていうのはあるんだよね、もともと。月餅ってもの全然知らなかった全然違った。ラーメンマンさん、ハマさん、タルタルソースさん、あさっこさん、ありがとうございます。まだ服決めてないや、結局。なんか何にしようかな、すごい迷ってます。重すぎる角、ちゃかわいくてごめん。なんか暗いね今日、明るくするわ。ご覧、明るくなっただろう。
ちょっとお腹が減っちゃってるから10時半になったら終わります。30分だけで申し訳ないんですけど。ちんごまさんありがとうございます。ふざけんな重すぎるつろちゃかわいくてごめんこんばんは。どうも皆様、ジンゴマさん、シミタさん、ホマレさんありがとうございます。他のルームパンダ来てますか？パンダ来てほしい。なんかさ、年々人見知りがひどくなってるかも。年々人見知りひどいかも。あやまじさん、あつろうさんありがとうございます。なんかさっきまで習い事言ってたんですけど、パンダ他のルームでも見てない？待って、前回のさ、なんか前回のイベントもパンダ全然他のルームでもいなかったじゃん。なんかやった時、ハロウィンでしたっけ、なんかやった時さ、他のルーム、うちのルームにも来なかったし他のルームにも来ないみたいな。乾杯するものない、天然水で、朝日天然水で乾杯。水が一番うまい。乾杯、失恋乾杯、私を振ったあなたへ、悔しいけれどありがとう、沈む夕日に向かって、ララ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 チャンス。これ歌ってたら来ないかな、失恋乾杯歌ってたら来ないかな。ありがとうございます、考えないさん、ありがとうございます。本当にいないかな。いたらさ、失恋乾杯歌ったらさ、アピールで来ないかな。来てほしい。そんな澄んだ瞳でダララララ泣いてごめんねなんて謝られても切なくって拗ねちゃうわ。盛り上がってるルームにね。じゃあもうめっちゃあれなんだ、限られた感じなんだ。失恋乾杯歌ったらこの人めっちゃ乾杯したいんだなと思って、来てくんないかな。無理か、やめとこう。じゃあ、いや、そうで、なんかさ、最近ちょっと行けてなかったんですよ、そう、習い事に。で、今日なんか、まあ最近っていうか、まあそれで舞台もやってたからさ、行けてなくて、久々に行ったんだけど、なんか、まあ、今日じゃなくて先週先々週ぐらいから久々に行ってるんだけど、びっくりするぐらい話せなくなってた。なんかもともと何にも話せない人なのに愛想笑いすらできないみたいな。愛想笑いはするけど、もう本当のなんかこう、なんかなんてことない一言ぐらいは言える女だったのに、なんてことない一言も言えなくなってきてる。本当にもうダメかも。なんか年々人見知りが激しいかも。これ困ったよ、困ってる。なんかもっと、なんかもっと気軽に人と喋れるようになりたい。無理。大人になったら治るかなとか思ってたけど、大人になっても治んなかった。悲しい。人見知りって治らないもんですね。拗ねちゃうわ、乾杯、失恋乾杯、私を振ったあなたへ、悔しいけれどありがとう、沈む夕日に向かって、ララ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 ラ
ラスにいっぱい涙を注いだらもっと。あ、レソナさん、ハイキーさん、ありがとうございます。手を取り思い出に口づけ。15分になったら歌ってみようかなどんだけ来てほしいの、ウケる。いや、そうな、なんか本当に喋れなくなってた。なんかみんながこう盛り上がってる時なんかどういう反応したらいいのかなみたいな、なんか変なカットインの仕方しちゃうタイプなんですよ私って。なんかえみたいな、なんかこの空気をぶち壊すカットインしてしまうタイプだから、なんかだったら入る恐怖より入らない安定かなと思って入らなくなってしまうんだけど、それはそれですっごいなんか機嫌悪い人みたいになっちゃうからよくないね、マジで。でも年々人見知りが激しい本当に。なんならちっちゃい頃の人見知りなかったんじゃないかってレベルで人見知りが激しい。そんな澄んだ瞳で私見つめないでごめんねなんて謝られても切なくって拗ねちゃうわ。でも確かになんかもう本当に限られた10人くらいの人としか喋らない、ここ数年。10人もいないかも、7人ぐらいかも大縄跳びに入れない、全くそれだね。私大縄跳びも入れないもん大縄跳び、この立ってる状態で回してくれたら飛べるけど、大縄跳びこうパンパンパンパーンってなってるところに入って、走って入んなきゃいけないやつあるじゃん、あれできない。そう、あのさ、あれでさ結構さ入れなかったらさ気を使ってみんなさはい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 みたいな言ってくれるじゃん。でもそれって時速何キロで走った時の手で言ってますとそのタイミングみたいな思っちゃう。なんかそれってそれって全力疾走で入るんですかみたいな、それともちょっとこうビビりながら入った時のタイミングですかそのはいはって思っちゃう。わかんない。なんかだからはい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 を信じて入ったら顔にこの縄が激突するみたいなことが割と昔よくあって、だから怖くて入れない。なんかあのはいを信じてさ勇気を持ってさはい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 へって入るんだけどさ、なんかやっぱどうしてもビビるからさ、なんかこの最初の初速はさ多分さダッシュのつもりなんだけどさ、縄がの直前でビビっちゃうからさ、ちょうどこう顔に縄がぶつかるっていう、あれほんと怖いよ、ね、危ないから、もうみんなもうみんなだから一列並んだ状態でやればいいと思う、大縄跳びっていうのはね。レソナさん、ハイキーさん、タルタルソースさん、ありがとうございます。あれ私、考えなしさん、つろうさん、あやむちさん読んだ。一応読んどこう、怖いから。失恋乾杯、私を振ったあなたへ。時速、分速、秒速、秒速、秒速何メートルですかって。秒速何メートルはおかしいか。秒速何センチですか。そのパチンみたいな、あれも なんか当たりどころ悪かったらさ、当たりどころ悪かったら失明って感じじゃないですか。大縄の顔当たるやつって危ないよね普通にって思っちゃう私なんかは。普通に今でもなんかあわよくば失明って言おうとしたけどな、こういう時なんて言えばいいの、あわよくばじゃないよなと思って、なんて言うんだろう、こういう当たりどころによってはっていうことなんて言うんですか、運悪けりゃってこと、運悪けりゃ失明わかんない。でもなんか岩場みたいなさ、そういうなんかそういうのないのかな、なんかありそうだけど思いつかないや、パッと今。
下手すれば、うん、なんかちょっと近づいてる気がする。あわや、あ、それか、あわやが言いたかったんだ。あわよくばじゃない、あわやが言いたかったんだ私。あわや失明の危機だから、あれ絶対危ないと思う。こんばんは、あわや、あわや失明。16分になったから失恋乾杯歌おう。来てくれるかな、失恋乾杯歌ったらパンダさん来てくれるかな、歌ってみるか。失恋乾杯、私を振ったあなたへ。こんばんは。悔しいけれどありがとう、沈む夕日に向かって。ララ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 ラ、チャンス、カラオケ。ルルルルルル、瞳で私見つめないで。うん、来た。あー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 。そんな澄んだ瞳で私見つめないで。ごめんねなんて謝られても切なくて冷たうわ。失恋乾杯、私を涙を注ぐ。
あー、ほらだ、思った以上に最後長かったよいしょ、抜けない。なんかフルあんまり聞かないからこんなに長かったっけってなるね。タカ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 タラララー、かわいい。ありがとうございました。なんかたくさんギフトすみません、ありがとうございます。読みます。どこからかな。そんな澄んだ瞳で私見つめないでごめんねなんて謝られても切なくて拗ねちゃうわ。タルタルソースさん、ハイキーさん、いや、タルタルソースさん、ようこさん、考えなしさん、ハイキーさん、しみたさん、あやまじさん、あさっこさん、ゆきぽんさん、あつろうさん、ラーメンマンさん、横浜のノーリーさん、ミッドナイトパーティーさん、ノイラーテムさん、ミッドナイトパーティーさん読んだか、笹錦さん、私見つめないで、合ってるかな、ありがとうございます皆様。ダララダララダラダラダかわいいな、この曲久々に聴くとやっぱりしみじみかわいい。失恋乾杯、私を振ったあなたへ、悔しいけれどありがとう、沈む夕日に向かって、ラランランランラララララ、乾杯乾杯、ララ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 ラ、こんばんは。いや歌ってた、もう終わった歌の時間失恋乾杯かわいいねっていう、あのパンダ来なかったパンダさんは来なかったけど、まあしゃあない。一回ぐらいやってみたかったな失恋乾杯、かわいい。私ここ好き、グラスにいっぱい涙を注いだなのここが好き、ここも好きだけどここが好き、そっとってやりたい。オーリオかな、多分違うか。グラスにいっぱい涙を注いだな、そっと目を閉じ思い出に口づけ、でもなかった気がする。え、ないよね。え、あった、私わかんない、私より多分ファンの人の方が覚えてるでもなかったと思う、多分なんかピューロランド違うか、あ、わかった、夜来リモート、夜来リモートでは多分歌ったことあるの、家でこう、だから家でこうやって
あのコロナ禍の時に夜来リモート始まりましたって時にこう家で多分自分でこうやってカラオケ音源流してやったことは多分ある気がする。ないかもしれない、それもないかも分かんない。でも多分ライブではないはず、選ばれなかった。失恋乾杯てか、もともとやっぱ失恋乾杯自体がマイクスタンド使う曲だからやっぱね大変なんですよ。マイクスタンドいるのとか、それこそあのテルミンいるのとか、椅子いるのとか、やっぱ使いにくいんですよ、そういう準備がいる曲は。なんであんまり選ばれないんですよね、もともと。そう、風よ吹けっていう楽曲がテルミン、まあなくてもできるんだけど、 あるのが正義だからね。こうテルマイクスタンド5本入れて勝たしてっていう時間がどうしても生まれちゃうんですよ、曲間で。あとテルミン出してテルミンしまってっていう時間がやっぱどうしてもできちゃうから。そう、ああそう、桜が咲いたらとかもそう。真島さん全然テルミン担当にならなかった。なんなら風よ吹け2回ぐらいしかやらせてもらったことない。私なんか多分私風よ吹けの方が全然割とやりたい気持ちは大ありに出していたのに、割とエビオラばっか選ばれることが多くて、なんかエビオラはもうほんと多分ね両手じゃ足りないくらいやったと思うんですけど、もう10回以上やってると思うんですけど、風よ吹けはほんと2回くらいしかやってない気がする、多分だけど。もっとやりたかった風よ吹け。風よ吹けは好きなんだよな。こんなに長くて素敵な夜だと今まで一度も見たことなかったね。エビオラめっちゃ、いやなんかなぜか、だからなんかあれね、後半の方ね、あの後半の方もこうやったことあるポジションを一生回されるから、もうエビオラってなったらもういつも「あ、真面目やったことあるね」って言って入れられるんですよ、エビオラだから。そうだから風吹けももっとやりたかった。私涙の仮面、ほんと涙の仮面、まあまあまあ涙の仮面とスリル、まあどっちもやったかな、多分どっちもやったって感じ。なんか涙の仮面はそんな、まあまあやったぐらいかな。私どっちかというとあれの方が多いと思う。あの、あ、嘘嘘嘘嘘、え、何が多いかな。デジャビュと17歳も多い、私多分。私なんかデジャビュめっちゃやった気がするな、そう思うと。え、風吹けもっとやりたかったな。でもすっごいねあれね、7人バージョンのそのフォーメーションがめっちゃ複雑だから覚えにくいんだよね、あの曲すっごい。それも多分あるの、テルミンを出すこの間が空いちゃうっていうのと、多分あと7人バージョンと5人バージョンがあって、すっごいそれがね難しい。特に7人バージョンは一回やっぱしっかりやんないと、結構やっぱ人数が一番多いから7人ってユニットの中で複雑で、フォーメーションが、それはあるんだよね多分。待ち合わせしたら服がかぶったね、嬉しかったり少し照たり。そう、なんかデジャビもありえないぐらいやった気がする。なんか私元メンバー折り面かなってくらいやった気がする、デジャビめちゃくちゃ多分。なんか一回やったら多分そのもう多分 回ってくるんだと思う、ずっと後半の方は。だから多分デジャビとかそういう曲が多かった、あの一回やったみたいな曲。そう、いや、チューはもうやりたいってもうずっと言ってたよ私。なんか2018くらいの、 あの夏テレ朝のあの野外でやるさあったじゃん、あれ何でしたっけね、あのコカ・コーラさんの六本木アイドルフェスティバルかな、あの外のサマステ、それ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 、サマステであの
あちゅうなんか誰かお休みだったのかな多分空いちゃって、あ違う違う違う、お昼夜公演があって、お昼なんか誰やるみたいになって、えやりたいですってめっちゃ言ったんだけど、めっちゃ希望者が多くて譲った、ご利用せなかった。ちょっとの部夜の部ってあってね、多分昼の部なんかまだあちゅうの一人空いてるみたいになって、そう誰入れようかなみたいになった時に、そうやりたいですって言ったんだけど、多分3人くらいやりたい、私含めて3人くらいそれをやりたいですって言って譲っちゃいました。私はでもそしたら本当にやること、やる機会なくなったから、あの時ご利用せばよかったなと思って、なんか多分2018年くらいまではそのやりたいですとか新しいポジションとかも結構入れてくれてたんですけど、もう2019年2020年くらいからはもうずっと同じ人ばっかやってたから、そういう曲ももうだから私もデジャビューずっとやってたりとか、もう一回やったポジションずっと回す感じだったから、やっぱ2018年19年くらいまででしたね、そういうのが言えたのは。あラブドッチ衣装めっちゃわかる、かわいいよね。でもラブドッチ衣装なんて多分どう一番戦争だよ多分一番みんな着たいと思う、わかんないけど。ギフト読もう。そして30分過ぎたのでちょっとご飯を食べます。終わりましょう今日は、短かったですけどごめんなさい。明日ねオンライントーク会やるので、撮ってくださった皆さんもお願いします。マーチンさん、ヨーコさん、青山さん、ありがとうございます。ふう、今日ちょっと髪の毛ペタペタなのでスクショタイムはなし。また明日、明日はオンライン、でもオンライントーク会が割と夜遅いですもんね、終わり次第なんで、まあ、23時台とかかな配信になっちゃいますが、配信しますので皆様もしよかったら明日も遊びに来てください。あ、明日撮ってくれた皆さんよろしくお願いします。まだ服3着の中から選べてない、3着の中から2着にしなきゃいけないけど、何にしようかなって迷ってますが、明日のお楽しみです。ということで今日はこれにて終わりたいと思います。皆様ありがとうございました。ではまた明日よろしくね、みんな。ありがとう。バイバイ。おやすみなさい。じゃあねー。